どうも。あ、すいません。おめでとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。はい。例えば生徒会長とかですね。午後4時、県庁の知事室を訪れたのは、今日静岡市のトップに就任した難波喬志市長です。川勝知事の下で2期8年副知事を務めてきました。面談は選挙戦を振り返る話から始まり、政策よりも目指す市政運営を愚直に訴える姿勢を川勝知事が称えました。目的に向かって結果を出していくという、まあ、難波流ですよね。それはもう今までなかったことだと思います。特に静岡市政には。ですからこれは本当に新しい波というか、新しい風を静岡市政にもたらすというふうに思ってですね。また知事が静岡市を難波市長に、浜松市を中野新市長に任せ、他の市町に力を入れる考えを伝えると、スローガンを上げるんじゃなくて、経済産業政策だとか文化観光政策ってやっぱり 県全体でこう大きく盛り上げていただいて、はい、その中でこう各自治体がどうするか、あんまりこちらを手を抜かれることがないそんな通り、まあ、自分に任せて大丈夫だということをですね、はい、申し上げているわけですが、はい、2人は20年余り前から面識があり、笑顔を見せながら今後の連携について話し合っていました。あなたしも山が好きでしょ。山は好きですからね。ですからね、まあ、理想的ですよ、まあ、もちろん山、特にこちらの場合は南アルプスを抱えていますので、今リニアとの関係があるので、まあ、ぜひ引き続きですね、いろんな意味での力添えをしていただければと思っております。はい、ぜひこれからも、まあ、やっぱり県市連携極めて大事です。そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、最後に再び握手をして写真撮影に応じた知事と市長、初めての面談を終えました。もともと信頼関係はありますので、だからこそ言いたいことが言えるという関係だったと思いますから、まあ、これからもその関係でですね、同じようにちゃんと主張すべきところは主張をすると、で全体としてはしっかり連携をして県民のため市民のためになるいい仕事をすると、まあ、これが基本姿勢ですね。